ブルーのエケレン漫画は、ガボンデー・ブルビル出身のプロサッカー選手。ガボン代表、ディジョン・フコ所属。ポジションは、ディフェンダー。地元クラブでプレーを始め、間もなくスカウトの目に留まりジロンダン・ボルドーと契約した。2007年12月19日の UEFA カップ2007から08パニオニオス FC 戦で、加入後初出場。しかしトップチームでの出番は、全くなく。 ロデーズ AF にレンタルに出された。ボルドーとの契約満了後、アンジェス CEO にフリーで加入、2011年までの3年契約を結んだ。リーグ開幕戦の SC バスティア戦で、加入後初出場。2008年10月24日のトゥール FC 戦で、加入後初ゴール。2009年3月3日、契約を2012年まで延長。 2009から10シーズン序盤、400万ユーロでスタッドレンヌに移籍する可能性が取り沙汰されたが、結局移籍話は立ち消えとなった。2010年夏、アーセナル FC に移籍したローランコシールニーの後釜を探していた FC ロリアンに移籍。シーズン開幕戦のアージオセール戦で移籍後初出場。11月、練習中にハムストリングを痛めてしまい2試合を、 欠場、復帰後今度は太ももを痛め再度戦列を離れた。2011年5月11日のモンペリ HSC で移籍後初ゴール。2011年11月、契約を2015年まで延長。2012から13シーズンからはチームのキャプテンに任命された。しかし開幕戦のパリ・サンジェルマン FC 戦で人体を損傷、全治6ヶ月と診断された。 2013年1月26日の AS、南シー戦で復帰。2013から14シーズンも引き続きキャプテンを務めた。シーズン中、119回の空中戦勝利数を記録した。2014年9月1日、カーディフシティ FC に500万ユーロで移籍。9月4日のミドルズブラ FC 戦で移籍後初出場。 11月1日のリーズユナイテッド FC 戦で移籍後初ゴール。しかしボルトンワンダラーズ FC 戦で膝を負傷し、離脱を余儀なくされた。12月20日のブレントフォード FC 戦で復帰。2006年からガボン代表に招集されている。2012年7月にはロンドンオリンピックに出場した。ありがとうございます。